はい、皆さんこんにちは。今日はアリゾナのメサという場所にあるラス・センダスというゴルフ場にやってきています。ありがとうございます。こちらパー4ですね。ファーストホール、実は自分のショットティーショットをですね取り忘れてしまったので、これは他の人のショットを映しています。軽くアゲンスト、右側に池があるんですが、まあ、左に打っていけば大丈夫といった形になっております。はい、これはですね、最初のショットがバンカーに入ったと思ったら運よく入ってませんでした。ここからグリーンを狙います。はい、若干ショートして、ここからは軽くアプローチで狙います。ダフって右に抜けてしまいました。フリンジから狙うパターですね。どうだ。はい、いい読みが思いっきり外れて右にずれました。最初はボギーでスタートです。はい、とりあえずボギーと牧田君はダボです。ダボです。ダボです。ドンマイ。頑張ります。頑張ります。これでこんな感じかな。はい、いきます。いい、2ホール目は長めのパー5ですね。比較的いいショットが出たと思います。このホールだけメンバー全員のティーショットを取っておきました。こんな感じですね。はい、フェアウェイに乗ったショットで、ここは3ウッドでですねグリーンを狙います。これも右に抜けていきました。これも右に抜けていきました。フラストレーションが溜まっています。砲台グリーンの一番下の方にゴールボールが落ちていました。届かずですね。とりあえずここもボギーで抑えます。はい、3番ホールは437ヤードパー4。ここのティーショットも比較的うまくいったと思います。
そう。そう。はい、ここはパーでまとめました。次は436ヤード、パー4ですね。ダフりましたね、見事に。バンカーでした。またもやミスりました。ここは痛恨のダボ。次は162ヤードパー3です。こんな感じの砂漠の風景の中で日々ゴルフをやっています。うまくグリーンに乗ったのでここは入れたいところ。ダメでした。ここは入れたいですね。入れてパーを入りました。はい、次は485ヤードパー5、右ドッグライト、ドッグレッグのホールとなっております。思いっきり右の方でショートカットしようと思ったのですが、もう左に抜けてしまい、バンカーに入ってしまいました。しかし、ここのバンカーショットがなかなかうまく打てたんですよね。ビールを飲みまくっています。とりあえずゴルフをやるときは酒を飲みながらということで、酒を飲みながらでも、ちゃんとスコアが求められるようなそんなスポーツにしていきたいと思っています。気に入らなかったようです。これも入らず。さっきのホールは、球をですね、一回なくしたのでワンペナで8打の取りとなってしまいました。121ヤードの短いパー3ですね。ここは乗せたい、挽回したいところです。乗ったようです。バーディー取れるか。ダメですね。とりあえずパーで OK とします。はい、次は386ヤードの、パー4ですね。でここもミスショット。
はい、おお乗ったけどね。こういう惜しいパターが今日多かったです。ボギーです。405ヤードのパー4。久しぶりにユーティリティを打ってみます。うまっ、すごいっすね。9番ホールの最後取り忘れたのでそのまま次に進みます。ここは462ヤードの、パー5ですね。ちょっと左に曲がってしまいました。バンカーに入ってしまいました。ダメだ。一応出たようです。かなりの距離を残してしまいました。6ですね、ボギー。ここは140ぐらいの上がりのパー3。左に抜けました。砂漠から打ちます。乗りました。パーを取りたい。おい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 、ダメのようです。ここはペナルティは自分に甘くナイス。人の頭に当てたペナルティは貸さずに行きます。ごめんなさい。4です。ここは367パー4。左ドッグ。ナイスショット。乗りました。とりあえずボギーに抑えられればいいです。さて次は426ヤードのパー4。ナボギー、ボギーで OK。 次は170ヤードのパー3です。
ンカーに入ってしまいました。はい、ダメ。もう一度。はい、ということでサンドショットミスしたことでスコアはダボとなります。次580ヤードのパー5。ダこの辺はもう酒を飲みすぎて覚えてないんですよね。ここもバンカーは出るのに苦労したようです。かなり苦戦してます。うも、とりあえず取りでございました。はい、次は172ヤードパー3。おお、ロングパットでパーを抑えました。本当にこれ昨日やったんですけど、昨日回ったラウンドなんですけど全然覚えてないですね。ここは350ヤードのパー4。ダボということになりましょう。はい、最終ホール485ヤードのパー5。これは池に落ちてしまったのでワンペナで出しました。これもミスリーボギーで上がりです。スコアは93でした。疲
疲れ様でした。